はい、本日も始まりましたキーマガ TV ホストを務めます堀江ひろせです。1ヶ月ぶりの放送になりましたが、今回で12回、私堀江ひろせが毎回キーボードに関係するゲストを迎えしていろんな話をマニアックに していく番組です。今回はゲストにシンガーソングライタープロデューサー DJ のマイカルブテさんをお迎えしました。マイカさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。結構久しぶりですよね。ご無沙汰してましたね、はい、長い間っていうか長い間思い出せないぐらい、ね、7年ぐらい経ってたりしませんかね。本当もうその時、はい、もうあれだよね、あのライブとかやってたんだよね、はい、シミとか荒木さんとかと一緒になんか、ね、始めるぐらいの頃だったなって気が、スーパーデラックスとかでした。そうだね、六本木の多分スーパーデラックスのライブの終わった後ぐらいにあの紹介してもらった気がします、はいはい、すごい久々、ありがとうございます、はい、そうだね、改めてちょっとねマイカルブテさんのプロフィールを紹介してみましょう。はい、幼少期から10代を日本、パリ、香港、おお、すごいいろんなとこ行かれてたんですね。日本、パリ、香港だけですけど、はい、すごい、すごいね。で高校卒業してヴィンテージアナログシンセサイザーに出会う。ピアノなんかやられてたって聞いたけど。あ、そうなんですよ。ずっとちっちゃい頃から。はい、ずっとちっちゃい頃からやってて、まあ、普通にクラシックなんですけど。はい、クラシック先生は怖くなかったの？先生怖かったです。怖いよね。最初、うん、そうなんか。でもちゃんと受けてて授業で、はい、いやいやじゃなかったの。うん、弾くこと自体は好きだったので、うん、なんか。結構本気でやってましたね。本当、はい、それはじゃあ日本でもパリとか行っても変わらず習ってた、ピアノ触ってたってこと、ね、はい、そうですね。じゃあ家にピアノがずっとあったのね。ありました。お、そこからシンセに興味持ったっていうのもすごいねそう、なんかピアノ、まあ、クラシックのピアノってやっぱり限られてるというか、すごいすごいこうストイックな道、うん、そうだよね。本当に職業にしようと思うとストイックな道で、うんうん、なんかやっぱりやってる傍らポップスとかにもすごい興味があったので、うんうん、そうだよ、ポップスだとちょっと自由に見えるってなんか聞くよね。そうですね、もう法律ガチガチだってクラシックのやつはなんかもう、はい、もうちょっとでもなんか書いてあることが違うことやったら違うみたいな感じのやつがあったりとかして、はい、ポップスはなんかふざけてるぐらいに自由だったりとかするけどそれっていつ頃なの、ちっちゃい頃。5歳から習ってて、うん、でちょっと嫌になってきたのが14歳なんですけど、14歳ぐらいになるとなるよね。俺も確かね音楽教室行ってたけどなったと思う。そう、私もね嫌にそうなるね確かに。それで歌はじゃあもうちょっと後なの？歌はすごい後で、最初はなんか、うん、クラスに歌の上手な女の子が一人いて、はいはい、その子にこう曲作って歌わせたりとかして遊んでたんです。でもまあ引っ越しも多くて、なんか、まあ、割とみんなバラバラになって、でも曲作るのはずっとやってて、発表するときに自分でじゃあもうそのいくつから曲書き始め、14ぐらい嫌になってからです嫌になってからですね。そうなんだね、はい、それは今の作品とつながっていくの、全然違う感じ、曲の感じは。いやー、つながってるようなつながってないようなだと思うんですけど、うんうん、全然定まらないというか、最初はなんかそう、スケッチから、ね、スケッチな感じから始まって、感じから始まってとか。そうなんだね。でもそれで国内外アーティストの人コラボレーションしたりとか、サウンドプロデュースとか CM とかリミックス、あ、ナレーションもそうなんだね。それはいつから？もうそれはもう10代の時にも。全然全然です。大人になってから。大人になってからですね。はい。リリースしたルシッドドリーミングシンセサイズドシンフォニーっていうアルバム、はい、デジタルリリースね。今日リリースです。今日。これは前にアルバムを作ったやつをシンセサイザーで弾いてリメイクしたって、リメイクアルバム。そうですね。なんか去年の10月にこのルシッドドリーミングっていうアルバムを出して、うん、でまあなんかずっとやってみたかった。そのアナログシンセだけで構築するっていう、お、実験、なんか実験的なテーマ1個ずっとやりたいなって思ってたんですよ、うんうんうん、以前から。でなんかこのアルバムだったらなんとなくできそうって思っ
って、なるほどなるほど、はい、今年に入ってからレコーディングして、あ、今年に入ってからレコーディングし て、で8月の今このぐらいに間に合ったってことね、はい、そうですね、すごい大変だったんですけどできました。すごい、じゃあずっと家にこもってたってことですか。そうなんですよ、なんか今年の2月ぐらいによしやろうと思って 1ヶ月間ぐらいで。そうなんだ、ってそれまでさ、はい、このアルバムリストドリーミングさ、あの、はい、いろいろドラムとかも入ったりとか、はい、アレンジとかもさすごい凝ったりとかして、それもそれ作ったらもう疲れちゃって嫌になっちゃうじゃないだってねえだからやはいざこうよしと思って、で周りとかにもこれやるからって言って、あ、自分でこう、はい、こういうアルバムコンセプトでもう一回リメイクアルバム作るからって言って制作したら、まあ大変、もう疲れましただってその間にリミックスアルバムも出してたよね。リミックスアルバムも、あの本当にあれはあのたくさん素敵な、ね、素敵な人のミュージシャンの人を集まって、あのできたんですけど、うん、それでじゃあそれもあったの、リミックス聞いてやっぱ、あ、もう一回ちょっとこれ新生のやつ作ってみようかな、それもなく、うん、いや全然、そのもうもっと前から、もっと前からもともとこの辺にあって、リミックスもでもこの辺にあってっていうのを、あの、あ、自分の中でもそのアルバム最初の、はい、リシドドリーミング作ってる段階でその2つのコンセプトがなんとなくありましたね。じゃあ相当、じゃあ最初に作り上げた曲っていうのが自分の中ですごい愛おしいっていうか、しっかりできたってことなんだよね。そういう思いは確かになかったら多分ここまで、そうだよね、だってつまんない曲ばっか書いてたらだって別にどうでもいいやって感じになるもんねでもやっぱ一曲一曲がやっぱすごいシーンがあって、強い曲っていうか思い入れがあったりとかもするってことかな。思い入れも確かにあるんですけど、うん、でもなんか純粋に変なことしたくなる瞬間が、なるほどね、あのその出来上がった曲とかに対して、そのビートなんてなくてもいいやんって、うん、あのいうのを、なんていうんですかね、なくても成立するのかどうか、なんかテストしたくなったんです。自分の中でその曲解体したりとか、はい、そのメロディーがどこまで強度あるとか、そういうのとかをなんか探りたくなったってことね。そういう気持ちが強かったですね。だって本当そうだよね。で、そうだよね。俺もアルバム、そのシンセのやつ、シンセサイズのやつは聞かせてもらったけれども、はい、そうだよね。リズムとか鳴ってないもんね。そうなんですよ。あの禁じました自分に。自分でじゃあもうその取り掛かるとき、2月に取り掛かるときにこれはこうしよう、うん、こうしようっていうのが全部決まって、はい、アナログシンセを使ってやるってことで。そうですね。ビートをとにかく使わない、もうリズム楽器と言われるものをなくして、うん、っていうのもなんかすごい多分クラシックの作品に対するちょっとなんて言うんだろう、まあ、クラシック嫌になってやめちゃったんですけど、うんうん、憧れみたいなものはすごいあって。なるほどね。要するにその音階で成立する楽器だけで成り立つ、うん、まあ、オーケストラはもちろんシンバルとかはあるんですけど、うんうん、いわゆるその12、こうなんだったなんだっけ、平均率で成り立つ音楽みたいなのに憧れがあって、うんうんね、なるほどね、はい、それはそうだ。確かにそれだとアナログシンセっていうのは割とオーケストラをイメージして楽器として作り上げたりとかして、そうだね、本物の音ではないけれども割とそのトーンだったりとか音の高さが割とそれのオーケストレーションのあれに近い形で、高い音も、まあ、そうミートの音も低い音も、低い音も、うん、それをでも操れるのすごいよね。それなんかだって思い通りにさ音色がちゃんと定まらないと結構苦労したんじゃないかしら。もうそうですね、こっちやってダメだからこっちとかって、その、まあ、私何台か持ってるのです、シンセサイザーを、うん、だから煮詰まったら、まあ、こっちで試してとかいろいろやりながら、うん、でも音色が全て、最初にこう取り掛かった曲って何の曲だ。最初取り掛かったのが、あ、でも、うん、そうだな、なんか簡単にできそうだなって思ったやつのきっかけみたいなやつよね。システムですね。なるほどね。まあ、これは結構オーケストラっていうよりは弾き語りに近いアレンジなんですけど、うんうんうん、なんかコロナ禍の時にオンラインのライブでよく、うん、自分でやってた、シンセの弾き語りとかを結構取り入れるようになって、でそこからなんかやっぱりアナログシンセの音がすごい太い
音がするから、うんうん、周りで音があまり鳴ってなくても結構物足りなくないなって気がつけて、うん、なるほど。そうですね。それでシステムから やり始めた。それで味を占めた。味を占めてなんかできそうって思っちゃったんですけど本当にやったらでももうそんな簡単じゃなかったっていうか、うん、あでもやっぱライブそのオンラインのライブでも結構なんかうん、そういうのでやっぱ手応えがあったりとか、自分の中でやっぱそうですね、いろいろ触ってみないと分かんないもんね、うん、シンセサイザーってね、うん、アナログシンセってさプリセットとか聞かないんでしょ。だってその持ってるやつは、はい、聞かないから一回取ってダメだ、ちょっといじったらちょっと音変わっちゃって嫌だなとか。あでも幸い JX3P とかはメモリできる、保存ができる状態のものだったので、それなかったら死んでたもう一回ゼロからじゃあみたいなやつ、そのちょっとじゃあ前の世代のシンセは確かメモリとかなかったような気がするから、うん、そうだと思います、うん、なんかねえ、そっか、じゃあ全曲一番苦労した曲は何だったんだろうね。あこの中で一番苦労何曲かね、俺ねこれ結構あすごいすごいなっていうのがあったな。ミストあとか、うん、あなんかやっぱり四つ打ちが入ってる曲とか、あ、はい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 、すごいその、まあ、ミストは結構あと展開がかなりサウンド作り込んであったので、うんうん、それなしでどうすんねんどうすんの。いやイメージは ありましたけど、いざやってみると、うん、その音楽的に成立させるまで、サウンド的に成立させるまでが、うん、なんかボーカルの感じがあんまり幻想的、あのリバービーにするとなんかこう違う不思議さんみたいな感じになっちゃって、うん、なんかこうすごい閉じこもって、もともと閉じこもった感じのアルバムではあるんですけど、うんうん、ミストはすごい難しかったですね。あとはショーミーハウとかも難しかったですね。でもやっぱこう最初にこう取っかかりっていうのは、じゃあもうとにかく音色を並べて、はい、あでもないこうでもないから始まったってこと。まず音色ですね、うんうんうん、確かにおっしゃる通りです。なるほどね、そうなんだね。やっぱすごいね、やっぱリズムがないとなると。歌はどのタイミングで入れたりとかしたの、このやつは。歌は、うん、曲によるんですけど、うん、そのシステムとかでこう一発ドンっていうのと、うん、結構作り込んでからボーカルを最後入れたりとか、やっぱそれはじゃあもう曲によ、うん、曲のその存在で全然違う、ね、全然違うアプローチしました。はい、なるほどね。そもそもでもなんでこうアナログシンセとかが好きになったりとか、そのピアノからなんかシンセになんか触ったっていうのはなんか影響があったりとか、なんか誰かが弾いてたりとかそういうのもあったりとか、なんかたまたま手に入れた楽器屋さんが近くにあって手に入れたりとか。それですね、楽器屋さんが近くに あったんだ。あってハードオフなんですけど。おー、ハードオフはたまにすごいのが うん、あるもんね。ありますよね、うん、ちょうどだから10年前ぐらいに、うん、近くのハードオフがすごいことになってたんですよ、うん、誰かがじゃあいっぱい売った人が出てきたんだね。人が出てきた、うん、たまにあるね、はい、ケース付きでなんか2万6千円みたいなのとか、畑売りがあったんだ行われたんだね。もうサランラップで包まれた10の106みたいなのが1万5千円とかで売ってたんですよあ、そうだ、俺もだって何年だろう、もう20年ぐらい前かな、うん、だからジュノー106とかさ、ポリシックスとかさ、はい、家にさ、はい、もうあんまりもう使ってなくて、ソフトシンセを使い出すちょうどその頃だったから、もうでかいのいらないなと思って、でもう友達に誕生日プレゼントなんて勝手に、玄関のとこ置いたりとかして、本当ですか、そのまま帰ったりとか、してすごい太っ腹ですね。それもでかいからいらないって言って、で上げた時期あるけど今返してほしいなとかやっぱ思うねまさかそれが回ってきてるってことはないですよね回ってきてる可能性もあるけど、なんかそうソフト申請があこれいい感じじゃんっていう時に、なんかみんな一斉にこう売りに出した時期がねあった。あ、それちょうどじゃあ10年10年もうちょっと前だったけど、でも、まあ、多分そのぐらいにソフト申請がやっぱ、はいはい、もうコンピューターでできちゃうねっていうあれになってから、結構その時代の106とかやっぱそこのポリシックスとかのやつは
結構手放した人多かったんじゃないかな。その恩恵だったんですね、うん、なんか一斉にやっぱなんかあったね。コンピューターがやっぱ進化してちょっとあのレーテシーがあんまりなくなってさ、はい、でそれであこれだったらいけっかもなと思って、であと SN もまあ昔のやつ悪いしとかって言って、うん、あんまいらないかなって言ってな、まあ、でも10年前も多分そういうあれがあったかもね。本当にすごい数出てたので、じゃあそれでよりどりみどりで、それで何買ったのその時。その時、うん、ジュノさっきの106とか、うん、あと JX3P もそうなんですけど、なんかプロマーズっていうポーランドのモノホニックのシンセで、うん、ちょっとミニムーグと形が似てるやつとか。じゃあそれじゃあもう本当片っ端から手に入れて触って回収してました。でそれ気に入ったんだ。じゃあはい、もうバイト代全部持って帰って音がすごいあの気に入ったんですよね。そうなんだね、はい、やっぱ何そのコンピューターで鳴ってる時の音となんかやっぱちょっと違ったのかね。なんか低音がすごい柔らかいするなと思ったんですよね、うんうん、あ確かにそんな感じもするね、うん、あの何とも言えないあの低音の感じはあってるね、はい、うん、すごいあの音色いろいろインスピレーションが、あ曲作りにあのつながるあれでっていう感じなんだね、はい、JX3P は今でも覚えてるな。ちょうど DX7 が出た時で俺は DX7 を手に入れたんだなその時、でもまあそれどっちかしか手に入れられないというか値段的に高かったので、そう DX7 手に入れたらもう他 手が出なくて、友達が何か買ったから、うん、引きに行った記憶があるけれども、なんか勝手がなんか DX7 がもうとにかくすごい優秀だっていうあれで、でもあんまりいじるところつまみとかもなくていじるとこがなくて、うん、今思えば、まあ、どっちもどっちだったけれどもっていう感じもあったね。とにかく鍵盤も重かったしね、シンセサイザー自体が重かったから重いですよね。なんかその時代があったな、うん、堀江さんの一番好きなシンセって、ちなみにシンセってあんまり俺興味ないんだよね。そうなんですか。触るけどね、触るけれども、はい、そうだね、そんなに意外な思い通りになんなくてさ、そのなんだろう、ピアノとかさ、なんかエレピとかもオルガンとかもそうだけど、なんかアタックだいたいピアノだとこのぐらいのアタックで、音の長さも自分のタッチのあれでディケイとかも伸びとかもだいたい頭の中でさ分かるじゃない。はい、シンセってなんか触るとさディケイとかさこうやると音伸びるじゃん、はい、思い通りにいかないんだよね。アタックとかもさ、だって遅らせようと思ったら遅れるじゃん、はいはい、そうするとリズムが取れなくなって、はい、イライラする。シンセって、まあ、そういうもんですよね。そうなんか思い通りにいかないし、自分がこの音作りたいなと思って近づいた試しがなくて、うん、ある？あの自分でやっぱ思い通りになる？うん、私はマシンが好きなんだと思います。鳴ってる音がなんかこの音なれあの出したいなと思った時にそれに近づけ、でもアルバム聞く限りはなんか低音とかさベースの音とか、あなんか確実にベースの音だなって感じがするから、そうですね、ベースとかは作れるようになってきたんですけど、うん、割とでも出たとこ勝負で、そのもう来たものを受け入れながらやっていくみたいなところが大きいのかなっていう気は。プリセットはじゃあプリセットも結構重視する？うん、でもプリセットっていうよりはこうつまみのあの、うん、なんて言うんだろう、変化の、うん、カットオフとかちょっといじったりとか、いろいろフィルターのこう効き具合とか、そういうところがすごい気になりますね。なるほど、ね、だからそう全然今までもそうだけど思い通りにいったことが全然なくて意外すぎて私も全然ならないんだよね。なんですか、うん、でもみんなでもそうなんじゃないかな、どうなんだろうね、うん、影響を受けたアーティストとか、マイカさん影響を受けた この人にこうドキッとしたとかとかはアルバムとかね、作品とか、あ
なんか聞くやつ全部にすごい影響を受けてきた気がするんですけど、特にこれその年々その年に聞いた、そうですね、流行ってるやつとか流行ってないやつとかマニアックなやつとかそういうのとかもあんま関係なく、なんかたまたまそばにあった音に対してちょっと反応したりとか、そうですね、全然マニアックだとか、その逆にすごいメジャーなものとかはあんまり限定してないんです、限らずいろいろ聞てきたんですけど、でもなんか一個だけやっぱり高校生の時に、あの全然リアルタイムではないんですけど、スーパーカーさんのハイビジョンっていうアルバムを聴いていて、それがすごいシンセポップというかシンセサイザーとなんかあのすごい五感を大事にした日本語の歌と、なんかすごく刺さって、その当時それで結構その電子音みたいなのに純粋に興味を持ち始めたのはそのアルバムがきっかけでした。そうなんだ、はい、やっぱでもそうか、そういうのもやっぱちょっと根っこにありながらクラシックも根っこにあったりとかね。で今回ね、そうあの一緒にセッションした中でこれからまあセッションのやつがあるんだけれども、そうリフェイス CS っていうのがこれまたちっちゃいやつを持ってきましたねちょっと、だいぶ最小限になっちゃったんですけど、でもこれ和音が出るのびっくりしたな。あ、これはそうですね、ポリフォニックとモノと、あの選べるようになっているんで、これいつ手に入れたの？これはですね、きっかけはあの私大野由美子さん、それこそ大野由美子さんと、あとあのとかとこうやってハローウェンディっていうシンセカルテットをやってまして、今ちょっとお休み中なんですけど、それであの活動してた時にあの出会ったっていうか、すごいそれであの惚れ込んで買ったんですけど、そうですね、でその曲ハロウェンディでやった曲とかで割とこう扱いっていうか操作、音色の操作とか、そうですね、なんかあのハロウェンディの時はとにかくアナログシンセにこだわってたんですよ、4人いるんですけど全員あるアナログシンセを持ち寄って、アンサンブルするみたいな、でただライブだとそのさすがにこうでかいもんね、でかいとか会場も制限されちゃうので、小野さんとか怪力だもんね、だってミニムーグ持ってくるからね、本当車ってどうやって積むんだとか思って、最強の本当に筋肉つきますね。そうだね、俺とかも肩にこう怒らせないようにしようと思っていつもおとなしくしてる。そうなんですねこう、なんかそれででもヤマハのこれを聞いた時に結構低音がなんかアナログシンセにすごい近いなと思ったんですよ。やっぱすごい舞香さんは割と低音をすごい意識する感じだね、低音が好きですね、気持ちのいい低音を目指してますいつも。やっぱそこは基本にあるんだね、そのなんかベースだったりとかその低い音のやつが自分の確実に好きなそのベースの音、今回のそのアルバムもそうだったけれども確実にその低い音があの、なんかなってるというか、そうですね、やっぱりそれはそれでなんか多分なんだろう、あの私ダンスミュージックもすごく好きで、テクノとかもすごく好きで、あのそっちのその低音の周波数みたいなのに、あの結構やっぱ自分の中で愛を感じる、はい、CS って他もなんかそのオリジナルのやつもあるよね、でもそれは触ったことがない、ね、CS01 っていうのが俺一個ちっちゃいやつ、さらにちっちゃいやつでグレーのやつとかいろんな赤とかもあったりとかするんだけど、それは割とモノシンセでは結構すごい優秀で、サイン波がすごい綺麗な音が出て、サイン波が意外と綺麗に出るシンセが、ミニコルグ、マイクロコルグか、あミニコルグか、ミニコルグのアナログシンセとか、CS01 もすごい、サイン波が綺麗に出て、俺はなんかベースシンセで好きな音色はなんかサイン波のすごいクリーンなやつの音が好きで、まあソウルのあれとかでもたまに入ってたりとかしてるやつが、あれがなんかすごい好きで、あれが綺麗になるけど、大体のシンセなんかノコギリ波だけだってサイン波がなかったりするからなんだよみたいな感じでムーングのやつもサイン波綺麗だけど CS は結構好きだな。
そう。でもすごい、でもなんか楽しい音っていうか、いっぱい、これはメモリーができないんだね。でも、あ、一応できるんですよ。なんか USB で、あの iPhone つないでiPhone とか iPad でアプリで保存できたりするんですけど、なんか結構もうそれやらずに作っちゃうことが多い。パッて作れるんだね。結構ベースだと、うん、おこんぐらいの低音が出る。すごい気持ちいいね。そうなんですよね。そういうのパッて作れるのすごいね。あのずっとこればっかり触ってたんでもうなんか、へえ。でもそうです、さっきのセッションで使おうと思ってる曲、あの、うんうん、音色とかは割とその JX3P に近かったね。はい、あのシンセサイズドシンフォニーで使った音色をちょっとイメージしたものにも、なんか結構これだと近づきやすいっていう。近かった、ありました。これでなんか弾いてるかと思ったの。そうですね、なんか、あーすごいすごい。そうです、鍵盤ちっちゃくない？大丈夫なの？ちっちゃいですでもすごい弾きこなしてるから、やっぱ練習したってことだね。あ、まあでもそうです、慣れなのかなとは思うんですけど、割と弾きやすい方ではあるんで、このなんかちゃんと跳ね返りあるもんね。跳ね返りがあります。そうですね、おっしゃる通り。確かに跳ね返りないとね、結構つらい、つらいんだよね。うん、でもすごい白い形とデザインがすごい合ってますね。すごい似合ってます。あ、本当ですかいや似合うか似合わないかでやっぱ大事だもんね。あ、もう CS のそうなんか宣伝になります。そう、これだから逆に今回持ってきたの、はい、これも最近の CS なんだけど、はいはい、モーダルエレクトロニクスっていうイギリスのなんかね、メーカー、新しいメーカーのシンセで、ウェーブテーブルシンセか、はいはいはい、なんかそのウェーブテーブルのいっぱい波形があって好きなの選べてってあれで、ちょっと透明感があるのと、プリセットとかがなんか昔のシンセともまたちょっと違ったりとか、コンピューターともやっぱちょっと違う、ソフトシンセとかも違う感じで、なんかちゃんと作り上がって、値段が安かったの、10万切ってんだよね、これ確か。アーゴン8か、アーゴン8、うん、さっきちらっと音、堀さん弾いてるの聞かせて、すごいいい音だなと思って。そう、透明の感じはなんかすごいやって、あとプリセットに気合が入ってて、プリセットが常にアップデートされてて、そのメーカーから。そうで、それがすごいあのなんか気合が入ってるっていうか、今はもうプリセットありきっていうか、まあ、ソフトシンセもすごい選ぶの疲れちゃうじゃん。でもそれと同じような感じでなんかあのすごいあのこれ作ったけどどうみたいな感じのやつがいっぱいあってて、でそれのうちの中の一つをちょっといじったやつを今回弾かせてもらったんだけど、割とそうなんだよね。なんかあのでもなんかそういつも自分で使うにはなんかあのまあなんだろうな、あのなかなか機会がなかったけど、今回マイカさんのセッションのやつ合いそうだなと思って、はい、うん、でなんかリフェイスの CS だったら、じゃあ古いよりかは新しいやつ持ってきた方がいいかなと思って。相性がとても、うん、リハーサル楽しかったです。すごいですよね。いやいいな、ちょっと、うん、そうで、これでねちょっとセッションちょっと見てもらいましょうかね。セッションしてみたいと、マイカさんと僕でシンセを使ったセッションをしたいと思います。But countless days and I finally
ありがとうございました。曲名の方、はい、曲名は、フラワーインザダークっていう曲を、ちょっとラフにやらせていただきました。いやすごいすごいですね、うん、すごいできるもんですねセッションってね。いや本当に今日ノープランすぎてでもいやでもずっとライブでもやられたんですか。音がすごい気持ちよかったです。いやなんかどうなっちゃうんだ。でもいつもなんかどうなっちゃうんだろうと思っていつもセッションしててそうなんですか。そうそう、なんかこうなんかそう、でもなんか曲のなんか曲聴いててなんか一個だけコードが最後違うコードが一個出てくるのがすごい、ああめっちゃいい音ですね。なんか出てくるのがね結構良かったんだよな。なんかそこで結構ハッとする感じでなんか楽しく弾けました。このシンセいいですね。なんか私もアナログアナログ言ってますけど結構ライブとかだとやっぱしんどくて、そのそうなんだよね重さがね、重さがあるんだよね。そうなんですよ。だから本当にいいあの新しいやつでいいのがあったら知りたいって思ってたんですよね。本当にセッティングっていつもそっか自分でやっぱやるもんね。自分で、はい、そうだよね。そうだよね。そしたらそんなに持っていけないよね。あでも結構無理やり持っていくやっぱそうだよね、はい、そうやっぱあれあのトランクに詰めたりとか。そうですね、スーツケースに詰めたりとか。スーツケースに詰めて、そうだよね。で時々気合い入れた時はあの実機を JX とかをケースで持ってったり、ハードケースで、はい、そうだよね。そういつも運ぶのが昔そう電車で88件のやつをさ持って行ったことがあるけど本当に辛かったもんな。88件でまだそんなに鍵盤も軽くなかったからあれ辛かったな。肩こりますよね。スキーともまた違うもんね。あのだから結構88件ですか。88件をねソフトケースに入れて持って、肉体労働ですね。そうそうそう
でもそうなんだよね、鍵盤はそうなん、それ以外の付属するなんかもいっぱい持ってくるでしょ。だってそうですね、うん、なんかケーブルとか、うん、ケーブルとかもね意外とかさばるもんね、うん、そうなんですよね。じゃあこうマイカさんがアナログシンセで再構築したアルバム、ルシッドドリーミングシンセサイズドシンフォニー。ルシッドドリーミングっていうのはこうはっきりした夢みたいな感じかな。そうです、そうだよね、明晰夢っていうか、うん、夢の中でああこれ夢だなって気がつける夢のことですね、うんうん、夢って見ます？私は結構見ます、ね、あそうなの、はい、俺全然2年ぐらいちゃんと覚えてないかもしれないけど見なくてさ、うん、眠りが深いのか、眠りが深いのかね、はい、てか健康的、あんまりこう夢ってはっきりした夢をここ何年も見てないんですけど、うん、でもじゃあやっぱその中の夢に出てくる感じだったりとかするのも曲に出てきたりモチーフになったりとかもしてるってことかしら、はい、そうなんですよね。あの元のアルバムのテーマとしては、うん、その夢の中で拾ってきたような曲、うんうん、なんか自分が作ったというよりはこう夢の中で聴いていいすごいいいっていう体験が何個かあったんで、そうだ、それをあの再現したりとか、うん、あとはあの自分が現実で作ってる曲と交互に来るような構成にしててなんですけど、それをもう全部ぶっ壊してシンセサイザーで曲そうだね。で、このでリリースされて、はい、で他はなんかどういう活動をしてる、キリンジのライブ夏のフェスとかに出たの、はい、じゃあそうなんですね、キリンジさんのサポートをあの今年、それは楽器はシンセ、シンセと歌とかコーラスで、うん、させてもらってます。サマソニー、ベテランなバンドですね、もうね、そう、うん、あの堀江さんは今年の夏はフジロック出たね、はい、フジロック見てました。いやソニックマニアは欠席、ソニックマニアはお休みされましたよね、ちょっと熱出して大丈夫ですか、あの休みますって言って欠席届出して、はい、マジでって小野さん、小野さんとか、はい、小山田君とかマジでって言って言ってました、マジでっていうあの言葉が来るんですか、いやもう熱出しちゃったからっつって、でもまあ3人でね、そうソニックマニアねやってくれて、それってどういうことになるんですか。例えばあの本当にライブ見てて分かんないんですよ、あのもうすごい複雑にこう全員がかけ、一人でもかけたら、そうだ、セリフが一体どうなるのかなっていう、そうだ、セリフみたいな感じだね、はい、だから、はい、そうだね、そのそう、大野さんもその役割があって、荒木さんも役割があって、はい、で小山田君も役割があってって感じで、で俺も役割あって、で俺の役割が俺がいないから、まあ、2日間リハーサルがあったんだけど、その間でなんとかできないかなって言って、うん、でその前にね3人でやってるライブがあって、3人でやったらできんじゃないのって言ったら、いや15分しかねその時やってなかったって言うからえ15分しかやってなかったらあの時って言って、でそれでまあでも15分できるんだったらなんとかなんじゃないみたいな感じでこっちも熱出てるからちょっと辛いからまあちょっとよろしくみたいな感じで、でそれでどうなって3人で登場したかはまあちょっと後で聞いてみようかなと思ってるんだけどでも多分ね、あのステージに立ってる人よりかは多分その裏でやっぱチームになってるから、割とその大変だった人たちはあのいるっていうか、うん、まあ本当、ね、そのちゃんとその音とかを作り上げたりとか、あとは照明のタイミングだね、照明がすごいやっぱ全部やり直しでしょ、あそっか、立ち位置が変わったりとかするから、そのタイミングとかもいないタイミングのやつを考えなきゃいけないから、でもまあ2日あればできるでしょうって、まあ、言ってみたもの多分大変だったんだろうなっていうマジでっていうすごい物語ってます、うん、でもまあ本当今ね今年とか本当何が起きるかわからない状況で、うん、みんなやっぱ本当ステージに立ち続けてたから、うん、まあ一つのきっかけにはなったのかなっていう感じでしたね、うんうん、今後マイカさんの予定としてはなんか曲また書いてるっていうか、はい、すごいね、制作意欲が、制作意欲すごいね、うん、なんか生まれてくるの、なんか降ってくるの、あでも無理やり作ったりもするんですよ全然、なんかこうなんか、だから自分で課題を作って、課題作ったりとか、無理やりっていう言い方はすごいネガティブなんですけどなんかお仕事、例えばあの
テーマ曲を書いてくださいとかいただいたら、うん、なんかすごいあのそれでこうできたりいいのができるっていうか、まあたまたまできたりとか、うん、でそれに付随してまた他のも作ったりとか。そうですね、なんか最近コラボレーションもやってたじゃない、うん、そのアルバムの、はい、あ、そうですね、そうだコラボもしてしてるよね、はい、なんかそれ同じ世代の人たち、あ、はい、あ、そうですね、同じ世代の人たちとなんかやるのは楽しいね、確かプロジェクトして。コラボはもう助け合いですね、コラボなくしてあの今そんなリリース今スパン早いじゃないですか、なんか、うん、早い、もう毎月のようにリリースしたりとか、そうだね、そうだね、すごいその産業のあれで産業の波に、はい、まあ、産業の波に押されまくって、ね、もうでもその助け合いがやっぱりそこで生まれていくのも楽しいなと思いながら。なるほどね、はい、じゃあまたじゃあ自分のやつが、もうちょっと、もうちょっとっていうか、まあ来年とか再来年とかにまた作品が出てくる、はい、そうですね、来年出せるか出せたらいいなと思ってる曲があって、おー、すごい、なんか一個こ告知、うん、告知なんですけど完全ないいのかな、なんかあの私東京都のなんか 5G を使った、うん、あのなんだろうな、 5G がない、 電話、あ、電話、はい、うん、あの電波の 5G です、うんうん、あれ 5G があることで可能になる技術みたいなのがたくさんあるんですけど、早いんだよね、なんか通信とか、はい、そうですね、でなんか便利になるだけじゃなくて本当にその災害時に助かる人がいるとか、うんうん、あの障害を持っている方がすごくその、うん、なんて言うんだろう、可能性がもっと増えるとか、こうなんだろうな、ちょっとあの不便だったところが解消されていったりとか、なんかそういうプロジェクトが一個ありまして、でそれのなんかどういうあの流れで私にそのお話いただいたのかわからないんですけど、あのテーマ曲を作らせていただいたんです。それがなんか、8月31日今日、あのそのいろ1年間やってきたプロジェクトが、うん、動画で公開されて、へ、そのテーマ曲が超小さい音で流れてます、 BGM 的にまだリリースがちょっと、あ、リリースはまだあれだけど、まだじゃあ流れ始めてるところから流れ始めてますね、ちょっとそちらもなんかちょっとそのいわゆる普通あれだよね、車も乗ってるやつあったよね、その去年かな車俺車乗ってるって俺テレビばっか見てるからさそうなんですか、前川さん車乗ってるなと思ってそれは見たよ、うん、ありがとうございますいやいや、そう、あの、ま、松田さんのなんかシーンそう、あれも自分の曲、あ、はい、自分の曲ですね、じゃあいろんなところでじゃあ聞くことができますねありがとうございますはい、ということでキーマガ TV そろそろお別れの時間が近づいてきました。本日はゲストにマイカル・ブテさんをお招きしました。ありがとうございます。リストドリーミングシンセサイズドシンフォニーは8月31日にデジタルリリースされていて、 Apple Music や Spotify などで聞くことができます。最後なんかメッセージ、もう今言ったやつかなもう今言ったやつでもでもまあいろんなところで音が届けられてそう、まあ、チェックしてほしいですね。あ、ぜひ。そうですね、まあ本当全然アルバムの感触はシンセサイズドシンフォニーは全然前のアルバムとは感触、リミックスともまた全然違う感触で、はい、結構楽しみました。 ありがとうございます、はい、ありがとうございました。またじゃあなんか一緒に演奏しましょう。ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。今後キーマガ TV に関する情報はキーボードマガジンの公式ツイッターで発信していきます。ぜひツイッターのフォローとチャンネル登録もよろしくお願いします。では次回またさよなら。